リアブレーキを結構多用してラインをボツにコントロールするような感じですね。じゃあやってみますね。回転は速度を落とさない回転と細かく回る回転、これを、リーンインとリーンアウトみたいな感じの使い分けで全然変えていけるような、そんな2つの種類があります。前編ではリアブレーキに関する基礎的な役割についての解説、出口でこう向きがクッと変わるのと、バイクがパイロンの出口で吸い込まれるように車体を安定させたり、走行ラインをコントロールできる、減速目的で使うためのブレーキではない。ちょっとリアブレーキを使わないとバランスを取るのがまず難しいですね。そりゃ怖いと思いますわ。安心するんですよね。リアブレーキを踏み続けるとバイクがすごく安定するから、ちょっと多用しがちになる。で、綺麗に走れるんですよ。だけどリアブレーキを使いすぎて、立ち上がりもずっとリアブレーキを踏み続けながら立ち上がるんです。そしたらパイロンに寄せて立ち上がることができるのはできるけど、絶対にブレーキがフェード湧くんですね。スコーンって入ってしまうようになってしまうんですよ。そういうの体験した人がおるかもしれないですけど、それがなってしまう人はちょっとブレーキを使いすぎなんですね、リアブレーキを。で、そのリアブレーキを使いすぎるのはなんでかって言ったら、まずバンクが当たりないですね。出口でバンクせずに立ち上がろうとすると、どうしてもコントロール重視になってしまって、リアブレーキをたくさん対応してしまう。それが第一と、あと第二は速度を落としすぎてる感じ。それで加速に頼るから、どうしてもリアブレーキを踏み続けて寄せな寄せなっていう方が先行してしまって、結果フェードしてしまう。それを防ぐためにはどうすればいいのか。大きく入って小さく出るっていう風になったら、だいたいこの辺にこういう風に乗せていくのが最高のポイントになるんですけど、それに入れようとして、こっからギューッとリアブレーキでこんな風に回らなあかん必要が出てくるから、速度も落とさなあかんし、厳しくリアブレーキ踏み続けてしまう。それが原因なんですね。何をすればいいかって言ったら、もうこの辺ぐらいが入って、向きをもうこっから変えてしまっておくんですよ、バンクと、リアブレーキで。この辺でリアブレーキも離してしまったら、もうこの形にもできるようなライン取りをする。あかん、リアブレーキを沸かすパターンはこう大きく入るのはいいけど、こう行ってますわ、バイクが横向いてます、その時は絶対リアブレーキグーッ入れてこう回ろうとするから、リアがフェードしてしまう。それを防ぐために大きく入って、こう向きを変える感じ。その時に一瞬リアブレーキをキューッと強く踏んで、こういう形に持っていけるようなライン取りを作ったらいいと思います。バイクの向きを出口でこう向けること、それが第一ですね。それをリアブレーキで無理やりやらんことです。今からね、タイムが伸び悩んできた人、8の字で、でその人の8の字ではやっぱりリアブレーキを結構多用してコントロール重視になりつつある。そこと速いタイムを出し張る人とのちょっと違いみたいな、そこをどうしたら変わってくるか、そこがリアブレーキの使い方が変わってくるんで、そこをちょっとやってみたいかなと思います。じゃあ最初は、その C2 ぐらいの人でタイムがちょっと30切れるか切れへんかっていう人のターンから、リアブレーキを結構多用してラインをボツにコントロールするような感じですね。じゃあやってみますね。使ってパイロンに寄せていく感じで、大きく入って小さく出るっていうのを綺麗に当ててるんですけど、タイムが出ないんですね、これだと。でそこに何をするかというと、フロントブレーキが出てきます。今大きく入って小さく出ているのを、ここで向き変えておいて小さく入って小さく、セオリー通り綺麗に走るのではなく、最短距離を走ることでタイムを削れる場合もある。この時点で向きを変えてる感じ、こっから向き変えてブレーキコントロール、フロントリア同時
アはあまり使わない。この辺から回る。大きく入って小さく出るっていうセオリーはやっぱり遅くなるんで、早めにバンクさせて向きを変えて入る、バンクさせて向き変える。でも慣れたらフルロックをこの辺で一気に立ち上がる感じですね。フルロックの頂点で当てて向きを変えて止まるって感じです。8ナンだけだったんですけど、もっと深いターン、ジムカーナーでいったら回転720度ターンとか呼ばれるやつですか、はい、それですね、はい、その回転も、まあ、できるかできないかでジムカーナーはかなり優位になるかならへんかで変わってきますけど、2種類あるんですね。回転は速度を落とさない回転と細かく回る回転、それを、リーンインとリーンアウトみたいな感じの使い分けで全然変えていけるような、そんな2つの種類があります。ちょっとそれを説明しながらできたらなと思うんですけど、最初リーンインによる回転、体を入れてこうバランスを取りながら回る回転ですね。これだと速度があまり落ちないのと、そのあんまり転倒のリスクがないっていうのがあります。だから安心して速度を乗せたまま回転ができるっていうのと、多く入ってきても大きく入るんでそんな怖くないんですよ。あんまりバイクに負担がかからない速い速度で回ることができる。ただ弱点としては回転半径が多いから、やっぱり最終的にライン的には大きい形になる。だけど速度は死なないからよく走れます。ハイリスクやけども、バイクをだけ入れる回転ですね。そしたら回転半径がめちゃくちゃちっちゃいことを回ることができます。これに持ち込めば結構速いタイムが出ますね。フロントブレーキを使ってここまで持っていって、ぐる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 、でその回ってる最中はリアブレーキを使います。さっきのリアブレーキを使ってこうバランスをよく取っていく。リーンインの回転からリーンアウトの回転に派生する技があるんです。それがっていう感じに派生させると結構鋭いターンができます。あとハンドルの切れ角に頼ったターンもあるんですけど、できるだけ内側のステップに力を乗っけて、上半身の力を抜いてバイクだけ回るようにしてずっとくるくる回る。やりすぎると目が回るんで、あんまり練習は1回転2回転ぐらいでやめとってください。もう1回セルフステアで、フロントブレーキで回転して出る脱出、こんな感じですね。正直ね、怖いです。回転は怖いです。こけるかこけへんかのこの瀬戸際でやるがタイムが出るけど、 あまり好きじゃないですね。いつやっても特に大会本番ではそれが成功するか失敗しないかの本番ですから、リスクは高いです。だけど勝負に出ないとタイムは出ないですね。だからいつでも決まる回転っていうのをできるようになればタイムは出ると思うし、昇格もできると思います。ありがとうございます。リアブレーキを使うと車体が安定する、さらにラインをコントロールできる。ただし無駄にダラダラ踏むとタイムが出ない上にフェードするなどの弊害もある。回転や U ターンなどの小旋回はアクセルを少し開けて同時にリアブレーキを引きずりながら走るというとても難しいターンだ。普段の走行でもリアブレーキは重要、安全運転にもつながるので少し意識してみてはいかがだろうか。そうやねん、それ今考えてんねん。リアブレーキ使ったらあのバイクええ音するからな。だから分かりやすいねん。全然 OK ですよ。
どうすればいい？じゃあそうやねん、ちょっと待ってな。だからリアブレーキ、まあ、